こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。吉川パイルドライバーです。川のバックドロップです。おー、最高、ありがとうございます。初めてやってみました。マジパブリカもなと思いながら急にぶっ込まれた。急に吹っ込みました。よかった、カーンさん最高。放送室の感じの放送室のね、はい、パロディーを。いきなりパイルドライバーってなかなかです。何がいいかなと思いながら、それしかなんかパッと浮かんだのが、なんとかオメガドライブとかあったから、そういうのいいなと思ったんですけど。よかった、さすがカーンさん。いや、今かましてみようと思って。かまされました、完全に。最高です。あれですね、まっちゃんなんとかです。そう、あれが大好きで、たかっちゃんなんとかです。大好きでです、ね、全然たまに違うのを高須さんが出したりするんですよね。そうですよね。であれ、それ募集したりね。はいはいはい。ああ、でしたね。楽しいなと思って。うんうん、ああいう、なんか、まあ、結局ほら、あれって自己紹介じゃないですか。そう、あ、そっか、そうですよね。自己紹介ギャグだから。確かに確かに。ああ、それ、ちょっとやってもいいなと思って。なんか結局ほら、あのこの後普通に言わずじまいで、はい。しばらくして、改めて自己紹介する。ああ、ですよね。お前誰なんだって感じになるから、はいはいはい、いや一発かましてみようと。めっちゃ冒頭でしたもんね。冒頭、あのほら放送も一発目からでしょ。ああ、そっかそっか、そうでした。第一声でしたよね。があって、第一声がまっちゃんなんとかです。確かに。たかしちゃんなんとかです。でそっからいじりが始まってですね、空気が出来上がっていくじゃないですか。そっかそっかそっか。なんかそのまあちょっと寒いかもしれないと思いながら、いやいやいや、その怖さもありながら、そのほら知ってる人はそうかそうか、だってなるじゃないですか。そうです。僕はだってもしここで今日ピンとこずにえってなってたら、そうでしょ。はいはい。怖さもありつつ、なるほど。どう来るかなと思ったら、すごい。さすが。本当にね、ダマというか何も聞いてなかったですもんね。はい、何も言ってません。最高感が。面白い。いや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 、吉川さんこそですよ。いやいやいや。いやー、さすがですね。さすがでした。はい。新年度ね。はいはい、はい。ということもあるので、ちょっと。そうですね。新しくね。いや、いいロケットスタートが切れたじゃないですか。まあ、今後続いていくか分かりませんけど。そうですね。というところで。いやいやいや。今夜もね、よろしく。そうですね。はい。お願いいたします。はい。はい。ではでは、じゃあ、改めて、じゃあ、オープニングいきましょうか。はい。いきましょう。はい。いかせていただきます。はい。画家と作家。この番組は、画家の空間ペインター、吉川健太と、サラリーマン兼ラジオ作家のカーン隆がエンタメや仕事、子育てなどについて自由に語るインターネットラジオです。ちなみに裏テーマとしまして、いつか二人が大好きな松本人志さんをゲストに迎えることを目標にしたラジオ番組でもあります。ということで、はい、今夜もよろしくお願いします。お願いいたします。第14回目ということで、そうですね、年始から始まって14回ですよ、はい、そうですね、さすがに14回ってなるとなんか嬉しいですね。なんかわっきた。そうですね。結構重ねたなって感じしますね。うんうん、確かに、うん。そうですね。で、まあまあ、本当このね、1週間もなんやかんや試行錯誤して、いろいろ意外と。本当に手探りなので。そうですね。ね。うん、まあ、これはちょっとなんだろうな、オフィシャルでいいのか、ちょっと正直僕はよくわかってないのですが、はいはい、まあ、ね、このツイッターのスペースをまあどうにかこうにか、はいはいはい、音源にすることができまして、これをまあそのまま今ポッドキャストでも配信できるようになってというふうな形で、ね、いろいろあの手この手で録音だのなんだのっていうのをやりながら、はい、一応音源化することができそうなので、ちょっと今後もね、このスペースを使いながら、はい、各配信を続けていけたいなと。そうですね。現在は YouTube と、ね、はい、ポッドキャストですね。を、うんうんうん、Twitter スペースから発信をしていると。そうですね。状況ですね。はい。ポッドキャストって一口に言っても、なんか、まあ、Spotify をはじめ、はい、まあ、いろいろ Google とか、
Apple とかあるんですけれども、うん、Amazon もか。で、多分大体一通りでは聞けるようになったと思うんですけど、はい。なので、まあ、ぜひ、こう、お使いのポッドキャストで、なんか、画家と作家って検索していただけると、うん、はい、大抵もう今出てくるはずですので、ありがとうございます。ぜひお聞きいただければと思います。はい。ありがとうございます。はい。ではでは、どうですかね。もう年始ね、年始というか、新年度始まって、いかがでしょう、うんうん、そうですね。これ、まあ、僕なんかは、まあ、会社員なんですけども、うん、まあ、年度末だから、やっぱ結構かなり、なんやかんや、やっぱり、業務が増えつつあるというふうな状態で、はい、そうですね。ただでさえ、僕、月末月初が結構忙しい職種なんですけども、はい、はい、ね、はい、まあ、やっぱ事務系というか、販売管理とかいうのなので、なるほど、そうですね。でも、やっぱこの年度末、年度初めは特に、結構いろいろ集中するので、なるほど。なんかヘロヘロになりながら、そうですか。やっております。なるほど。はい。で、これ、吉賀さんなんかどう、逆にどうなんですか？僕はですね、まあ結局、はい、そうですね、年度末っていうのはあんまり意識 してこなかった側とは思うんですけど、最近意識しますね。だから、その関係各所が結局そういう、そうですよね。まあ市役所であったりとか、うんうん、まあ、吉賀さんの場合特に。そうですね。だから一般の方とこう、ね、合わすっていう。そっかそっか。一般っていうのは変な話ですけど、なんかそういった感じで忙しいっていうのはやっぱある、うん、ありますね、うんうん。そうですね。それこそ子供さん相手だったりしますもんね、なんか。ですね。うんうんうん、あの教えたりもしてるから、うんうん、その辺はバタバタとはありますね。そうですよね。だからまあ世間様と、世間様っていうのも変ですけど、なんか、はい、割とあまり意識してこなかった方だとは思うんですけど。うん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 。そうですね。やっぱこう子供がいたりね。まあそうですよね。そうそう、そういえば家族とか家庭の環境によってやっぱありますよね。はい、なんかやっぱそうですね、子供がいるとそこら辺のこう季節感というか、うん、まあ、行事だったり、うんうん、まあ嫌でもというか、そうですね、絶対やる巡ってくるので、うん、まあ、僕なんかは結構それがすごくいい風に作用してるというか、うん、なんかもうね、うんうん、そうじゃなければすごいだ、あの、なんていうんですかね、こう 砂みたいに時間が過ぎていきそうなので、なんかこう節目節目というか、やっぱ、ね、あった方が僕はなんかいいなっていうのをすごく思ってます、うん、いつも。でもそうだと思います、はい、本当にそうやって一回大事だなって、やっぱ自由ですね、営業だと結構自由なのが最初は良かったんですけど、うん、だんだん ね、やっぱこう切り替えの大事さとかありますよ、うん、正直。だから学校ってすごかったんだなとか思った。いやー、確かに確かに。1時間ごとに休みがあってとか。うんうんうん。すごいっすよね。そうそう。そうですね。なんかまあ、そうそう、ネガティブに語られることもあるかもしれないんですけど、うんうん、まあ、あれはあれで本当に、そうですね、うん、ある意味必要なのかなと思ったり。いや、そう思います。すごいと思います。ますね、なんか。うん。ですね。うんうんうん。というとこで、あの、そうですね、スタートがね、まあ、皆さん切れてるというとこですかね、うん、そうですね、うん、僕も結局ね、今年はこのラジオが始まったりとか、はい、結構心境の変化もあって、あ、はい、いろいろ動きがもう活発になってるんで、はい、そうか、なんか吉岡さん見てたら本当そうですよね、うん、あ、そんな感じします、なんかもう、まあ、しますします、毎日のようになんか目まぐるしく、あ、そうですか、何か起きてるように見えます、こっちから見ると、はい、あ、なるほど、うん、いやでも起きてますね、うん、起きてると思います、そうですね、いろいろ切り替え始めてるっていうのもありますし、うんうん、今年はね、本当に音楽をあの本気でやって、あ、音楽も、そっかそっか、そうですよね、決意をこの間しました、あ、なるほど、うん、ちょっとね、僕も少しだけ、はい、ちょっと関わらせていただいてるというか、ね、ちょっと今ね、ですね、密かにいやー嬉しいですよ、ありがとうございます、すぐ言っちゃうから例の件、いやーなんか楽しいですね、めちゃくちゃ楽しいです、あの、めちゃ僕斬新なんだろう、新鮮というか、あ、そうですか、もちろんやったことないことなので、お、嬉しい、やっぱいくつになっても新しい挑戦というのはね、いいなと思いながら、あ、嬉しい、いや僕もね、なんかこうやってまあもう言っちゃってもいいかもしれないですけど、うん、言っちゃっていいですかね、あ、はいはい、全然僕は、あ、いいですか、実はこの、はい、
画家と作家で、なんかこう、はい、新しい取り組みをしていきたいねっていうね、話を出て、うんうん、で、今後、グッズであったりとか、はい、何かこう、ね、うんうん、その、お届け、その、なんか形にして販売するじゃないですけど、うんうん、そういったこともできたらいいねって話をずっとね、うんうん、してたんですけど、ね、まあ、その一発目じゃないですけど、僕も、はい、僕は音楽を作って作曲もしてきたので、うん、なんかまずは、うんうん、まあ、菅さんは作家さんということなので、うん、なんかやはりこう、はい、作詞能力とか、なんか書くっていうことに関して、やっぱりかなり、お得意なのかなと、やっぱり思うので、こう、ぜひ作詞をね、いただけないですかということで。いや、僕はマジなんちゃって作家なので、名乗らなければよかったって思ったんですけど、いやいやいや、まあ、すごく楽しくというか、はい、いや、もうなんかもったいないというか、いや、僕なんぞがっていうのがあるので。で、結局ですね、いや、だから、菅さんね、そうやっておっしゃってましたけど、はい。あ、実際だってめちゃくちゃ早かったですからね、その作詞お願いします。まあ確かに早くはありました。めちゃくちゃ早かったですよ。ちょうどまあなんか、まあお休みの時っていうのもありましたし。あ、そうですか。タイミングが良かったです、かなり。はい。いや、めちゃくちゃ早くてびっくりして。いやいや、ジョイフルでパフェを食べながら。あ、そうだったんですね。あの投稿の裏では。あの投稿の。いやいや、そんなのんきにはしてないですよ。ちゃんと一生懸命。全然。一生懸命考えて。いや、だからそこのちょっと感じて、あ、もしかしたらそうかなって思いながら。うんうん、いや、でも、いや、すごかったっす。まあでも、集中してできました。なんか不思議と分かんないですけど。めちゃくちゃ感動しましたし。いやー、ありがたいです。いや、もうこのね、まあ、放送の、うんうん、約3、4ヶ月の間のいろんな出来事を、なんかこう、振り返るようなこともちょっと僕もあったりして。あ、そうですね、うん、ちょっとほろりとちょっときそうな感じの歌詞をいただいてですね、うんうん、でちょうど昨日の夜ぐらいから作曲を始めて、はい、音を乗せて、あ、昨日、はいはい、でそうですね、ま、前段階から頼む時点でどんな感じの曲がいいかなとか思いながら、鼻歌じゃないけど、うんうんうん、ちょっとこんな感じいいかなっていう、うんうん、降りてきた感じをボイスメモとかにこう何個か持ち家として置いてたんですよ。それを上、その上で歌詞見て、で、音を乗せてっていうことを今やっててっていう状況で。いや、だからなんていうか、まあ、うん、作詞って、そのこれ、聞いてる人はもちろんしたことない人が大変だと思うんですけど、歌は僕も相当好きな方ですけど、いざ一から生み出すとなった時に、なんかね、その普通の詩とは違うじゃないですか、また普通の詩ですら書いたことないですけど、はいはいはい、その要はメロディーがまだサビとかなんとかっていうの、ね、A メロ B メロとか言ってあるものをやっぱなかなか表現が難しいというか、難しいですよね、どういう言葉の、ね、はいはい、あで長さ、はいはいはい、その文章の長さっていうか言葉の長さをどう、うん、なんか当てはめていいかっていうのが正直全然分からなくて、でまあ、自分と自分なりに、まあ、こうなんとなくこんな感じかなで送ったやつが吉川さんからの曲がついて帰ってきた時、はい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 、うわ、すごい歌にちゃんとなってると思って、あ、よかった、感動しました。ありがとうございます。さすがだなと思って。いやいやいや、結構軽快なあのメロディーというか、そうですね、ね、そうですね、音楽って結構面白くて、その、うんうん、どんな服でも着せれるじゃないですけど、メロディーさえ決まればゆっくりしたり、そうですよね、ちょっとジャズっぽくしたりとか、なんかロックっぽくしたりとか、いろいろやろうと思えばできるんですよ、うん、それは技術の問題ではあると思うんですけど、はいはいはい、でも割とあるんですね、うん、なんかそういうのが、うんうん、まあ、一応元ができたかなとは思ってて、うん、あれからまたこう肉付けしていって結局っていうことですね。だから今こう鼻歌程度に乗っけて、緩急つけて、まあどういう風に感動するようなものにするかみたいなのをちょっと探ってるんですけど、やはり自分としてもやっぱりこうね、やっぱいろいろ聞いてきたものと自分のやってきた音楽みたいなところも含めてやってるので、まあ、やっぱり足りない部分があって、まあ、もうちょっとこうしたいだけどなかなかなんか難しいなみたいなところはありつつもやってますね、うんうんうん、でもそれが楽しくてですね、やっぱそうなんですね、本当それこそでもなんだろうな、造形みたいなあのアートの、はいはい、なまあ粘土細工がこう、うん、だんだん形になっていくみたいな、まさにそうです。感じがしますね。なんかそう思いました。自分もだから、うんうんうん、絵を描くような、ものづくりをするようなのと同じ感覚で、
まあ映像作るとかと一緒で、うん、絵本とか作るのと一緒で、なんかそういう、ポイントっていうかね、なんかこう、ギュッと締めて緩急つけるというか、なんかそういう超点結とかじゃないですけど、なんかそういうのをちょっと意識しながら、はめてくみたいな、とか、イメージ、どんな景色が見えるかなじゃないですけど、とか、まあ、カンさんがスマップお好きだから、スマップっぽいのをちょっと意識してみようかなとか、なるほど。ああ、それちょっと警戒というか。そうですね。そう、まあ、それ以上に僕の今の気持ちとかっていうのもあったりするんで、なんかこう、もっとこう、ブワーってこうストレートに行きたいなっていう部分もあったりして、みたいなのが含めての、まあ、お送りしたものかなという、ではありますね。すごい、ちょっとあれですね。またこうね、やりとり、ディスカッションじゃないですか。そうですね。しながら、そうなんです。またね、こっちからも多分ない。そうなんです。だから、本当わがままぐらい、あの、わがままな感じで、ぜひ、あの、ご意見も聞かせていただきたいなと思います。おー、あ、なるほど。そうそうそう。そうそうそう。だから、せっかくね、二人で作るので、なんか、もっとこうした方がいいかも。はい、カンさんの感覚も、入れてやっていけるともっといいものが、ね、はいはい、まあ、結局ね一人でやるわけではないので、僕もずっと一人でやってきたから、ね、バンドの経験もありますけど、なんか誰かと一緒に作るってやっぱ新鮮なので楽しい、新鮮ですね、確かに本当に、まあ、ちょっとねまた完成したらいずれこう、吉川さんの弾き語りなんていうのも、いいですね、このラジオで、ね、良ければ、ね、完全に著作権は我々に、完全なんですか、我々に歌い放題ですね、はい、そうなんです、ぜひちょっとね、お披露目を、お披露目をね、しっかりしたいできたら嬉しいですね、はい、ですね、はい、というところで、嬉しい、なんか新しいね、はい、あの、そうですね、スタートかなと思いますね、いいですね、はい、じゃあ、そろそろコーナーに入りましょうか。はい、そうですね。はい、じゃあ、カンさん、お願い。じゃあ、自己紹介、自己紹介いいですか、ね、自己紹介しましょう。はい、自己紹介、僕から。最初の、そうですね。はい、いや、いい。危険タイルドライバーではなくて。じゃあ、よし、あ、ふざけすぎて、ちゃんとした、はい、自己紹介をさせていただきます。はい、じゃあ、私からいきますね。はい、画家、空間ペインターの吉川健太と申します、大分市を拠点として、画家としていろんな個展や、いろんな販売、楽天市場で の販売などをやっております。また、空間ペインターという屋号で、あらゆる街中とか、いろんな壁とか床とかいろんなところに絵を描いて街中をこう変えていくような、仕事をしております。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします、はい。で、続きまして作家の、川野と申します。まあ、今会社員をやりながらですね、はい、毎週土曜日夜9時から、OBS 大分放送ラジオで放送中の踊り場ラジオの作家を務めております。で、まあ、それ以外に、まあ、イベントの企画だったりとか文章を書いたりとかということをやっております。はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、それではじゃあコーナーに行きましょう。そうですね、では簡単お願いします。はいはい、わかりました。画家と作家、エンタメのすすめ。このコーナーは、我々画家と作家が、音楽、映画、漫画、テレビ、ラジオ、YouTube、アートなどの中からおすすめするエンタメを毎週一つずつ紹介するコーナーです。ということで、はい、はい、今週はどうしようかな。僕から一回してもらってもいいですか。はい、ぜひ。はい、ですね、何しようかなと思ったんですけど、はい、今週は僕、漫画を紹介したいなと思って。マジですか？へぇ。ですね。しかもちょっと懐かしの漫画でも完全に終了している漫画なんですけど、はい、昔ですね、僕らが、中学生ぐらいの頃にやってた、はい、1994年から99年まで、はい、週刊少年マガジンで連載をしていた、ハーレムビートっていうバスケ漫画なんですけど、ご存知ですか、吉川さん。知ってます、知ってます。知ってます。お、すごい。はい、あ、やっぱ世代ですかね。世代じゃないですか。世代ですね。はい、っていう、まあ、漫画、バスケ漫画なんですけれども、はい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 、あれなんですよ、最初、ストリートバスケからこの物語が始まって、まあ、なんか渋谷の、あのお話で、まあ、高校生の男の子が、まあ、何やっても長続きしない男の子がバスケットに目覚めて、
うん、ストリートの世界で、まあ、いろいろ挑戦しながら仲間と出会って成長していくっていう物語が、まあ、1巻から多分3巻ぐらいまで続くんですけど、なんか面白いのがそこでずっとやっていくんじゃなくて、はい、ある日高校編になるんですよね、うん、高校インターハイ編になって、はい、高校が舞台になるんですよ、はい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 、でそのストリートバスケで出会った仲間とかも、まあ、当然同世代の友達とかなので、うんあの一部そのこう同じ高校だったりとかっていうところであのどんどんインターハイ編に進んでいくんですけど、はいはいはい、これもまたなんか面白くて、なんか今読んでもあよくできてるなと思うところがたくさんあって、なんかあの女性 の, あの、まあ、作家さんなんですけど、はい、あ、そうなんですね。あ、そうなんですよ。女性なんですね。そうです、そうです。でも結構当時、まあ、正直珍しいじゃないですか。確かに少年誌で、でまあそれこそスラムダンクがね、まあ、一世風靡していた時代の、はい、多分ちょうど同じ時期、同じ時期ですよね、うん、そうそう、だからまあ影響を受けて始めたということでもないとも思うんですよ。なるほど。多分同時期ぐらいだったので、はいはい、まあ、それまた面白いなと思って、で結構おしゃれだったんですよね、はい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 、漫画って。なんか今見てもそうなんですけど、ね、あ、それはやっぱ女性そうですね、なんかそうそう、でちょっと恋愛の要素とかもありながら、なるほど、そうそう、なんかファッション、カルチャーとかも描いてるので、はいはい、当時も僕好きで全巻持ってたんですけど、今ちょっとマガポケだったかな、なんかアプリで、うんうんうん、あの1日1話ずつ読めるやつで読んでるんですけど、なのでなんか面白いなと思って、面白い、はい、なんかこの時代のジャンプマガジンの漫画はやっぱ熱いなと思いながら、なるほど、はい、一つ目でございます。素晴らしい、ちょっと気になります。、はい、それ、うん、スラムダンクがね熱いのでね、そうそうそう、バスケットボールを購入したので、あ、そっかそっか、そうですよね。バスケ熱をなんかいただきたいですね。うんうんうん、いいですね。素晴らしい、ありがとうございます。はい、じゃあ僕の方から、はい、お願いします。じゃあ僕ね、漫画つながりで一つと、今回一つじゃなくて、はい、もう一つ二つ紹介して、あの一、はい、つはちょっと短めにします。あのていうか、せのがそのネタバレになるとまずいので、お、はい、一つはね、あのまあアニメつながりということで、うん、映画ドラえもんのび太と空のユートピアというのがね、今上映中でして、なんか噂によるとというか、はい、結構すごいらしいですね。やばいっすよ、いろいろやばいっす、はいはい、ちょっとびっくりして、はいはいはい、僕知らなくて全然、全く知らなくて、まあだってね、コンスタントに大体やってるイメージがあって、はいはい、まあいつもの感じ、ね、そうそう、うん、まあ、ファンタジーので、あの奥さんと息子が見に行ってですね、うん、へ、2人で、お、はい、珍しいねみたいな感じで思ってて、おほほ、で、まあ、先日花見をしまして、あ、ご家族お花見をね、で、はい、その見終わった2人と一緒にあのお昼ちょっと合流して、あ、なるほど、お昼休みみたいな感じで、あ、はいはい、お頼みをしてたんですよ。いいですね。で、どうだったみたいな話をしたら、うんうん、奥さんからすごかったよみたいな話、あ、そ、なるほど、その入り口で、そうなんです。それで、今のなんかまあね、言われてる、まあ、うん、の事件が、うん、大事件がありましたけど、うんうん、まあそれに付随してこうね、宗教問題とかいろいろあってるじゃないですか。なんかドラえもんでそんなの初なんじゃないですかね。わかんないけど、初だと思います、ね、びっくりして、うんうんうん、でまあそういった関係のアニメなんですよ、うんうんうん、映画なんですよ、うんうん、はい、だから何でしょう、そういうユートピアっていう、だから同世界を作ってる、うんうんうん、なんか幻の何、うんうん、でしょう、世界を持ってる、うんうん、まあ敵というか、まあ、うんうん、まあ、そういうところにのび太たちが行って、うんうんうん、でいろいろあってっていう、まあこれはあんまりなね、言うとネタバレになっちゃうんですけど、あ、はい、まあ、そこでの、まあ、気づきというかね、うんうんうん、という、まあまあ、あそこのポスターに書いてますけど、ありのままが世界を救うって書いてて、おお、なるほど、なるほど、まあ、ある意味答えというか、そのテーマなんです ね大きなテーマだと思うんですけどね、うんうん、なんかあれですね、優秀なそのうん、ちょっと間違ってたらあれなんですけど、うん、優秀な猫型ロボットとかが出てくるんでしたっけ、はい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 、あ、まさにそうです、ですよね、そうなんです。でも優秀なね、優秀なって言ったら優秀な方がいいじゃんと思うんですけどっていうところですね。
そうです、そうです。まあだから理想世界が理想ですよね。ですけど、そこの世界に憧れたのび太が入っていって、やったって感じになるんですけど、その上で、のび太は、なんかこう、どうなんだろうって思い始めてみたいな、そういう、まあちょっと黒幕がいてみたいなね。もう完全に、でももうそっちですね、でもなんか。そうなんです。ちょっとね、僕もね、えって、ちょっとこれ見たいと思って。その足で実は見に行ったんですよ。あーすごい。その日にすごい。これちょっとタイミングな気がすると思って。あー押したらもうちょっとって感じで。これはまあでもどうなんだろう、子供さんなんかは、まあでもね、まあ、なんて言うんでしょう、現代のね、そういったその、はい、まあ宗教とかそんなことはさておき、うんうん、AI とか、まあ、そういった技術の進歩によって生まれる可能性のある世界だなとも思ったので、うんうん、なんかそれは子供はそういう風に感じてて、うんうん、だから完璧な、うん、今はね、チャット GPT とかすごいことになってますけど、あーそうですね、あの AI のねすごい進歩があって、うんうんうん、完璧な世界がもう作れる可能性があるわけじゃないですか、うんうん、なんかそう思うと、まあ、そこに対して子供がなんかどうだろうって感じで思ったって感想を言ってたからですね。なんかそういう観点からも結構面白い映画だなって思いました。へ、これはおすすめです。本当ですか。ぜひ母さんも見てほしいですね。いやー見たいですね。なんかうちの次女もどっちだったか見に行ったか行きたいだか、あのキンプリファンなので。永瀬廉くんが声優をやっていたのでっていうすごい不純な動機でたくさん、うちの次女も行きたいって言ってたような気がするので、ぜひこれ見ていただきたいですね。深いですよ。深そうですね、本当にびっくりしました。へというのが一つと、あ、一つと、でもう一個はね、ビリギャルです。おっと、見ました。見ました。はい、あの前回 の、はい、映画ビリギャル、あはははご存知ですかね皆さん。まあもちろん知ってます、ね、もちろんご存知だと思いますけど、はいはいはい、2015年に、公開された映画で、うん、まあ、前回前々回、まあ、僕らのね大好きな、まあ、松本人志さんと高橋さんの新番組、うん、お茶とおっさんの中に坪田信隆さんっていう方がいらっしゃって、うん、はい、まあ、その方がそのなんでしょう、お茶とおっさんの中にしっかりずっと入って、あのその坪田さんのお友達を呼んでっていう面白い番組があるんですが、うん、でそこの坪田さんに注目し始めたのが前々回ぐらいですかね、はい、でそれを機にビリギャルが見たいと改めて思って、で僕当時見てなかったんですよ。母さん見られないですか、はい、見てます。僕もでもね、まあ、正直、まあ、見てはいたと思うんですけど、なんかテレビとかでも結構当時ね、はい、まあちょっとブームですよね、ちょっとブームというかあれだったんでね、うん、まあでも確かに頭からずっとちゃんしっかりって言われるとまだあれだったんで、改めて今回見たいなと思いながら、はいはい、それはまだ見れてないんですよ。僕、結局話題になった時見れてなくて、でもちろん噂はもちろん聞いてて、はい、だったんですけど、うん、結局見るタイミングがなくて、はい、で今回ね、はいはい、このタイミングで、うんうん、借りてきてですね、うんうん、だからそのだからサブスクなかったんですよ、あのアマプラみたいなの。あ、なかったですか。あ、ないんだ、残念で、もう借りようと思って。なるほど。借りに行って、でこの間もう返す前、はい、直前だったんで見ようと思って、もう夜中の3時ぐらいに目が覚めて、はい、ありますね、そういうの。夜見るか、あのレンタルの朝見るかどうしようかなみたいな思いながら、うんうんうん、であもうこれ今日見るとやべえと思って、で朝なぜか目が覚めてで見たわけですよ、うんうん、もうそしたらすごくてですね、まあ、ビリギャルは結局、まあ、エピソードをお話しすると、高校2年生の時点で小学校4年生ぐらいの知識しかない、はい、女の人が女性が結局慶応を目指すというお話で、うん、まあ、その中で、その坪田さんという、ね、うん、方にその、うん、あの、なんだ、塾ですね、塾を坪田塾という、うん、まあ、映画の中では別の名前でしたけど、その塾に出会って、はい、その塾の講師の方が素晴らしい指導方法で、もう全く0点の人がこう、うんうん、なんか問題の接し方とかを褒めて、だもうどん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 褒めていって、うんうん、まあ、自信をつけさせて、うんうん、魔法のような言葉であのその
なんかあまり良くない成績が良くない見放されたような子をどんどん回復させていくみたいな素晴らしい噂のある塾っていうとこだったんですよね、うんうん、で結局それで、まあ、ものすごいいろんなことがありながらも、そのビリギャルちゃんは、見事慶応に最後は通るわけですねっていうすごい物語で、うん、まあやっぱり父親とか兄弟とかなんかそういう姿も描かれながらですね、なんか父親がけなすんですよ、うんうんうん、ずっと。あ、そうですね、なんかお話に登場してた、はい、お父さんですね、あの、ね、坪田さんのお話にも登場してたっていう、はい、だからそれで映像で見たから、うんうん、もうお母さんはそのすごく優しくて、その娘さんを信じてるんですね。あ、うんうんうん、話の途中ですが、ハプニングが起こったため後編に続きます。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。Twitter、Instagram やっております。その他情報は概要欄まで。また次の動画でお会いしましょう。